にちは、ひなこです。今日はバイオレットエヴァーガーデンを描いていきたいと思います。ではやっていきます。下絵があるので線画をしていきます。今回はバイオレットを描くんだけど、キャラクター募集をすると絶対バイオレットの名前が入ってて、このキャラクターってすごい人気あるんだなっていつも思うんだよね。前にも一度描いたことがあるんだけど、すごい久しぶりに描くよ。バイオレットの感じが私の絵と合うというか、描きやすそうだなっていつも感じてるんだけど、やっぱり描いてみたら描きやすいなって。だから合ってるのかな、わからないけど、まあとにかく描きやすかったです。前にバイオレットエヴァーガーデンの原画集を買おうと思ったことがあったんだけど、すでに売り切れててさ、買えなかったんだよね。めっちゃ欲しかったのに。だから諦めて評価の原画集買ったんだよね。でもめっちゃ良かったよ。なんかでも原画集ってめっちゃいいよ。みんなも買った方がいいよ。なんか動きの指定とか色の指示書とか、あ、このシーンああやってできてるんだってすごい細かく書いてあって、とにかく楽しいよ。なんか参考にしようと思って見始めたのに、絵を描かないでずっと読んでるってことになっちゃうよ、マジで。顔はこんな感じ。あ、次は髪を描いていきます。コメントで線画のハウトゥー動画作れますかっていうコメントが来てたんだけど、うん、いいよね。いいんだけどさ、何話そうかな。みんなはなんか聞きたいことありますか？ペンの設定は前にやっちゃったし、うん、みんな線画って何を聞きたいんだ？なんかハウトゥーやりたいなって思ってたから、ぜひやりたいんだけど、何を喋ろうかなって感じ。だからみんな聞きたいことあったらコメント待ってるぜ。あー、髪終わりました。はい、次は体です。そうそう、みんなに相談なんだけどさ、次回か、まあ、次の動画ぐらいに Vlog 風の動画にしてみようかなって思ってるんだけど、どう思う？なんか毎回同じような作成動画になってるからさ、みんな飽きない？飽きるよね。 Vlog 風の動画だったらどんな感じで描いてるかとか見えるし、お菓子もいっぱい紹介できるよ。これならみんなも楽しめると思うんだけど、どう？みんなの意見も聞かせてね。完成しました。イエイ。おやつはショートブレッド。箱がかわいい。じゃん。中の包み紙もかわいいよね。持つとポロって落ちちゃうぐらいホロホロのクッキーですごくおいしい。では後半の色塗りをしていきます。そういえばコメントで海外のフォロワーさんが多いから、何か海外で活動しているんですかっていう
問があったんですけど、特に活動はしていなくて、というか活動って何をしたらいいんだろうっていう。イラストレーターの皆さんを見てると、個展とかコミケに参加したりとかしてるじゃないですか。そもそも私ってイラストレーターなのか、趣味で絵を描いてる人だとは思うんですけど、プロとかではないので、活動ってなんだろうって感じなんですよね。だから私にとってはインスタグラムに投稿したり YouTube をすることが活動になるのかな。あ、ベース終わりました。そうそう、私のフォロワーの9割が海外の方で、1割が日本人の方なんですけど、だから日本だと私あんまり知られてなくて、認知度が弱々なんですよ。だからコミケとかも出てみたいとは思ったりするんですけど、人来なくねってなるのが怖くて、結局上手くなってから挑戦しようって逃げちゃうんですよね。弱々でごめんなさい。でもでも YouTube とかインスタとかでみんなコメントをいっぱいくれて、コミュニケーションするのが楽しいから、まあこんな感じでいいのかなって、みんなと楽しめていけたらいいなって思ってます。いつもみんなありがとう。おかげで頑張れてるよ。あとコメントで、シェーディングに参考資料を使うこともありますかっていうコメントがあったんだけど、アニメのキャラクターはだいたい想像で描いちゃってるよ。オリジナルのちょっと描き込みたいなって思う絵の場合は、実写を参考にしたりしてるかな。あ、顔終わりました。次は髪の毛です。それで影の話に戻るんですけど、アニメキャラクターの場合は影でストーリーを表現することが多いから、結構悲しくなったりとかシリアスになったりとかしちゃうので、前回のフェルンぐらいのライトな影がアニメキャラクターにはちょうどいいのかなって最近は思ってます。まあつまり今回はかけすぎたよね。これはやりすぎだったよ。オリジナルの場合は光と影を描き込みたい派だからやっちゃうよね。だからその時は写真を結構参考にしたりしてるよ。私趣味で写真撮るから、自分で撮った写真を参考にしたり、あとは好きなフォトグラファーさんの写真も参考にしたり、あと映画のシーンとかもよく見たりしてるかな。ハリウッドの映画とかはライティングの技術が高いからすごく参考になる。アニメキャラクターの絵とかみたいなちょっとライトな絵だと想像でもいいけど、やっぱりオリジナルみたいなこだわりたいなって絵の場合は実写を見ないと難しいよね。実写最強。まあ私の想像がハリウッド映画を超えるわけがないよね。実写を参考にしてていいなって思うのが、まあ、光と影の入り方はもちろんなんだけど、色かな。時間だったり季節とかもそうなんだけど、環境によって光と影の色が変わってくるから、絵って動画と違って一枚の中で季節感だったり、まあ、場所だったりとかを表現しなきゃいけないから、例
えば夏の光だったり冬の光だったりで色のトーンが変わってくるから、それを私の想像だけで色を選ぶのはちょっと無理だよね。だから実写を参考にした方が細かな雰囲気の違いを表現するのに役立つと思います。でも色って自由なものだから、私は季節感出したいからこういう感じで色を塗ってるけど、好きな色を選んでいいと思う。あ、完成しました。イエーイ。いっぱい話してたら時間なくなっちゃったね。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。